この番組は現役エンジニアとして現場で働く僕があらゆる角度で最新テクノロジーについて語る番組です、えー、時間のない皆様に少しでも最新テクノロジーのトレンドというものをつか、えー、んでいただくことが目的となります、はいえー、今日のテーマなんですけども、えー、2020年のオンラインサロンはどうなるのかという、えー、テーマとしたいというふうに思います、えー、オンンンラインサロン 2018年ぐらいからすごく流行りだしてきているんですけども、まあ、ちょっとね、えー、と今年になって少し陰りが見始めたのかという感じだったんですけども、まあ、2020年、まあ、どうなるのかというところで、えー、ちょっとですね、こちらの方を考察していきたいというふうに思います。えー、まずですね、えー、2020年というかまあオンラインサロンって、えー、と一体どういったものなのかというところなんですけども、えー、まあね、これ、ね、 あの皆さんもご存知かと思うんですけども、えーま、オーナーさんがですね、えー、ある一つの一つというかある一定の、えー、分野、ま、趣味を含めてですね、えー、それの、えー、コミュニティを作るというものですねで特徴的なのがですね、えーま、月額制でお金を支払うというところになるというふうに思います、うん、まここがねこの、えー、オンラインサロンが流行った、えー、一つの要因だと思います まあこれをすることによって結構マネタイズができるというところで、えーまあ、これは結構ビジネス的にですね、注目をされてきたというところですね。で、ここで僕が思うには、この有料っていうことがものすごく重要になってくるかというふうに思います。で、あのネットを介したね、このコミュニティの課題って、まあ、すぐに思いつくのがですね、嵐の存在ですよね、嵐。 えでもしですね、まあ、ツイッター内とかで、コミュニティグループなんて作ったら、まあ、おそらくね、えー、まあかなり地獄絵図になるのはまあ目に見えてますよね、はい。で、それの一番の原因っていうのは、まあ、やっぱね、あの匿名であることなんですよね。うん、ただ、この匿名というところ、これを必須に、えー、と匿名をさせないってなるとですね、まあ、当然実名でやるってことなんですけども、やっぱこの実名でするのを必須にしてしまうと、まあ、かなりね、このき 気軽感というのが一気になくなってしまうので、まあ、これはあまりよろしくないなというところですね。そこでまあ最も簡単な解決策として、えー、まあ有効的な手段としましては、やっぱり有料にするっていうのは非常に効果的だというふうに思います。あのもちろんあのお金を払ってまでですね、まあ、荒らしたいグループがあるっていうのは、まあ、そんな人っていうのは結構まれだと思います。なののでここういったところのフィルター としては非常に有効かなというふうふに思います、うん、なので、まあ、有料の、まあ、サロンっていうのは、まあ、この機能を果たすことっていうのが、まあ、一つのメリットかなというふうに言います。でですね、えっ、ー、と、この中、その中でですね、えっ、ー、と、最近面白いニュースがあってですね、皆さん、ノートってご存知でしょうかね。えっ、ー、と、ノートっていうのはですね、ピースオブケークという会社が運用しているサービスになりますけども、えー、まあ、スマホアプリとかで、 簡単にですね、えー、文章、ブログとか、あと漫画とかも上げれるんですねで。あとは写真とか、でまあ、こういったラジオトークみたいな、えー、音声みたいなのもアップできると。はい、そういったまあ幅広いクリエイターをカバーしているノートなんですけども、このノートでですね、実は2020年2月からですね、新しい機能が追加されるということで、それがまあサークル機能というふうに。 歌っていますけれども、まあ、いわゆるこのサロン運営ができるようになるものですね。はい、これ、月額100円からです、ね、1万円まで設定をして、こういったオンラインサロンみたいなのができるようになるということですね。まあ、これ初めはあの申請が必要らしいんですけれども、おそらくこれがどん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 当たり前のように使われてきて、どんな所でもすぐにオンラインサロンができるよというサービスにしたいのかというふうに思います。 でですね、まあ、これがいいなと思ったのが、やっぱね、あの腕に自信のあるそのプロ志望の人もいると思うんですね、この中では。それとは別に、まあ、趣味でですね、まあ、仕事の合間にやってる人っていうのは、えー、多くいると思うんですよ。ただ、いずれにせよですね、これ、まあ、やっぱ継続するモチベーションとか、えーまあ、あとはね、そのやっぱそのものを作るのに制作費っていうところ、まあ、これで、まあ、やっぱお金が必要っていうふうに僕は思うんですよね。 なので、まあ、自分が好きな作品を作ってくれる人を支援するんだったら、まあ、月に数百円だったら払ってもいいよねっていう人は絶対いるはずなんですね。なんですが、まあ、今まではね、この小さな需要と供給っていうのが難しかったと。でなかなかまあプロ以外のクリエイターが活躍できる機会っていうのが少なくなってたっていうところですね。それを今回のこのノートの新機能ではですね、ここが解決するようなサービスというふうに考えています。 で僕が思うには、クリエイター側の、えー、モチベーションになるって言ったんですけども、えー、僕は、えー、支払う方のモチベーションも、えー、これ上がると思ってるんですよね。あの僕の経験則なんですけども、あの無料メールマガってあるじゃないですか。無料で読めるやつ。あれよりも、やっぱ自分でお金を払ってゆ、えー、と読んでる有料メールマガの方が、えー、真剣に読むんですよ。うん、あとはまあ無料で見れる YouTube より、 なんか有料で支払って見る動画とかの方が、やっぱ真剣に見て学ぼうとすると思うんですよ。はい。なので、そうなんですよ。あの、お金を払っていると、あの、無駄にできない精神っていうのが出てきてですね、まあ、学ぼうとする意欲っていうか、意識が、えー、強くなるんですね。なので、まあ、お金を支払うっていうのは、まあ、クリエイターの応援だけではなくて、まあ、ファン側のメリットっていうにもなるのかなというふうに僕は思ってます。で、 さらにここを突き詰めていくと僕が考えているのはですね、まあ、AI による自動化が進むとですね、これ人って時間を持て余すんですよね。うんまあ、これは多分世界の規定路線になっているのかなといううに僕は考えていますで。そこで、えーまあ、よく言われているのがそのお金の価値っていうのが、えー、パラダイムシフトがされるということですねで。そうなると何に価値が移行するのかという話なんですけども。 やっぱりですね、これはね、えー、楽しむ体験そのものになるというふうに、えー、思ってます。まあ、これまさに、えー、趣味ですよね、うん。その趣味に対して、その月額を支払って楽しむと。うん、なので、うんまあ、今月は、えーまあ、テニスと、えっ、ー、と、将棋と、あとは何ですかね、えっ、ー、と、バドミントンにしましょうか。まあ、ちょっとかぶってますけど、まあ、この趣味のさサロンに入ろうと。うん でも来、来月はちょっと,、えー、とテニスとバドミントンかぶってるから、ちょっとバドミントンはやめて、えー、ギターやってみようかなと。まあ、そんな感じで、えーえーと、どんどんコロコロ、えー、入るサロンを変えてですね、えー、趣味を変えていって、えー、気軽に自分の好きなことをやっていくみたいな世界観になっていくんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、お金もですね、えー、今回はこっちのサロンにうん百円。 こっちのサロンに数千円とかって言って、まあ、そういったお金の使い方になっていくのかなというふうに僕は思っています、うんまあ。とはいえですね、えー、現状ではですね、まだまだ課題が多いです。まあ、あの2018年にですね、あのオンラインサロン、まあ、流行した際にですね、まあ、多くのインフルエンサーさんがですね、えーまあ、オーナーとなっていたんですけども、まあ、ことごとくこれ失敗に終わってますよね。うん、やっぱりですね、えーまあ、リアルの人間を束ねるっていうのは非常に難しい。 まあこれが証明されたかなというふうに思います。でさらにですね、えー、プラットフォーム側の運用も結構やっぱ難しいんですね。まあ、今回のように、えー、そのノートがつけた機能のようにですね、えー、お気軽にサロン運営ができるっていうものがですね、えー、チップというサービスが実はあったんですけどもね、2018年頃に。で、まあ、これもとても期待されていたんですけども、まあ、半年から1年ぐらいですかね、で経営が回らなくなって、終了となってしまったという。 まあなのでまあ <coughs> そのやる側もねそのプラットフォーム側も、えー、やっぱり、えー、まだまだ問題があるということですね。うん、まあこれ多分ね時代の流れっていうのもあると思うんですよね。うん、なので、えー、2020年ですねこのノートの新しいこのサロンをする機能が追加されるんですけども、えー、この機能とですね2020年の時代の流れっていうのが マッチししてててオンンンラインサロンが次なるるステージに運んでくれるっていうことを僕は期待しています、はいえー、皆さんもですね、オーナーやりたい人もいるでしょうし、そのいろんなサロンに入ってみたいっていう人もいるでしょうし、まあ、ここでね、やっぱりね、あのー、やっぱ人生を楽しくするって人は、僕は非常に多くなるのかなと思うので、うん、ここはですね、えーまあ、こういったサービスは非常に注目していきたいというふうに僕は思っています。 今日は2020年のオンラインサロンについてちょっと語らせていただきました。皆様はどう思い,思いでしょうか。はいえー、今日は以上になります。えー、また面白かったら聞いてください。それでは。